はい、哲也です。今日は日本保守党の公開質問に愛知自民が拒否回答、議席は金で買えるのかというテーマでお話ししてみたいと思います。今世間ではいわゆる政治と金の問題、特に政治家による政治資金パーティーを通じた裏金作りの問題が大きくクローズアップされていますよね。実は裏金作りもさることながら、もう一つね、忘れてはならない重大な問題が潜んでるんですよ。それは何か。それはね、裏金の使途、裏金の使い道ですよね。つまりね、政治資金収支報告書にも記載せず、わざわざ脱税してまで作った裏金をどのように使ってきたのかという問題なんですよね。この問題については我ら日本保守党がいち早く行動を起こしましたよ。日本保守党の共同代表である河村隆市長のお膝元であるね、自民党愛知県連所属の自民党議員であるね、池田義隆議員の逮捕、これ1月7日のことでしたけどね、その逮捕を受けて議員側から裏金は地方議員に配ったとの証言があったというね、報道が、出たわけですよね。それを受けてね、1月10日日本保守党がいち早く行動を起こしたということなんです。それはその公開質問状を送ったということなんですね。その内容がこれなんですよ。ちょっとね、簡単に読んでみたいと思いますけどね、宛先は自民党の愛知県、支部連合会、会長の丹羽秀樹様ということですね。差出人がですね、日本保守党代表の百田直樹、共同代表減税日本代表河村隆、事務局有本香織、広沢一郎ということですね。そしてタイトルはですね、裏金還流に関する地方議員への調査について括弧質問状、900、この900というのはね、前略みたいなもんですよね。頭語というのかな、頭の語って書きますけどね、900、御党の裏金問題がついに池田義隆衆議院議員逮捕という事態を迎えました。これによる国民の政治不信は極めて深刻であり、司直の手に委ね看過できる状況ではありません。司直というのは要するに捜査機関あるいは司法機関ということですね。日本保守党代表百田直樹、共同代表河村隆、減税日本代表河村隆は本件の真相解明に努め、裏金はびこる政界の体質改善に取り組むことは社会的責務であると捉え、御県連に下記の調整並びに結果開示を求めます。報道によれば、国会議員側から裏金は地方議員に配ったと証言していると伝えられています。これまでボンクレの挨拶や国政選挙への公認要請、地方議員への選挙協力の要請など、さまざまな場面で裏金配りがあると側聞しています。また裏金事件とは別に、神田憲治議員、愛知5区が財務副大臣でありながら何度も税を滞納し、副大臣辞任に至った件でも地方議員への裏金工面が要因だったのではないかとの声があります。これら真相解明のため、御県所属の県会議員、市会議員、町村会議員全員に対し、過去10年間にわたる下記項目について調査を行い、結果を回答いただくよう求めます。そうそうということですね。そして記と書いて、調査いただきたい内容項目、1、国会議員から裏金を受領した経験の有無、2、各首長選挙で裏金を受領した経験の有無、以下ありと答えた方のみ、3、受領の相手、金額、時期、名目、4、受領した金は政治資金収支報告書に記載したか否か。以上、調査結果をまとめた回答につきましては、1月17日水までに書き宛てに郵送書面、ファックスまたはメールにて送付いただきますようお願い申し上げます。回答はそのまま公表させていただきます。回答なき場合はその旨を公表いたします。以上ということでね、こういう結構厳しい公開質問状を送ったわけですよ、はい、で、回答が来たんですね。僕はね、どういう回答が来るかなということで一応2通り考えてたんですよね。全部ないと
そんなこと一切ないというふうに言うのか、あるいはですね、回答しないと、無視すると、ね、そんな義務はねえよということで、無視するということも考えられたわけですね。ところがね、ちょっと意外な展開になったんですね。それは広沢一郎、日本保守党事務局次長のね、この、ポストでわかります。裏金問題公開質問状、池田議員逮捕を受け1月10日に自民党愛知県連に対し、地方議員への裏金授受の調査を求める公開質問状を出したところ、昨日以下の返事をいただきました。期限通りに来たってことですね。1月17日に来たんですね。裏金の存在を認識しておらず調査はいたしませんというね、こういう趣旨の返事が来たということですよね。まずはお返事いただいたことに感謝しますということで、一応礼儀として感謝を一応述べてますけどね。じゃあどのような回答が来たのかと、広沢さんはですね、裏金の存在を認識しておらず調査はいたしませんと、書いてたということを言ってますけどね、もっと詳しく書いてるのかなと思って実際の回答書を見たんですよね。そしたらですね、宛先が書いてあって、そして本文です。いきなりね、これ統合も結合もなくね有本香織さんなんかはこの書式がもうちょっとなってないねって言ってましたけどね、書いてる内容がですね、令和6年1月10日に頂戴いたしました質問につきましては裏金の存在を認識しておらず調査はいたしませんということでしかもこの連合会だけでこの差し出した人間の名前は書いてないですね、はい、このちょっとなんかずさんなね、ツッケンドンというかそういう感じの文章に見えますね。回答しただけ良かったという考え方もできるんですけどね。広沢一郎さんはこのようにまた追加でポストしています。県連は1月8日の記者会見の池田議員、今言ったですね、1月7日に政治資金規正法違反、虚偽記載でですね逮捕された自民党の議員ですけどね、安倍派の議員だったと思いますけどね、その池田議員の選挙区である愛知3区は調査すると表明されています。この展開をこのように書いてですね、記者3区支部内の公職者に県連として改めてヒアリングする予定はっていうのを聞いたんですね。そして丹羽秀樹会長はそうですねって答えたということですね。これに対し今回の回答は裏金の存在を認識しておらず調査しません、3区も調査しないということっていうふうに疑問を呈しておられます。おそらくですね、この回答が出たということはね、3区の調査もしないということになるのではないでしょうかね。僕はこのようにポストしました。1週間ほど前、日本保守党が渡した公開質問状に対して自民党愛知県連は調査拒否の回答、具体的に言うとですね、裏金の存在を認識しておらず調査いたしませんという、文言ですね、これを返してきたと、出してきた。裏金の噂があるわけだから、そしてね、愛知県連の池田議員は逮捕までされているのだからね、愛知県全体においてもうやましいことがなければその認識も含めてね、調査すればよいものをね、点々ということですね。やっぱり何か隠したいことがあるのかな、政治刷新本部で取り上げたらというふうにちょっと皮肉を込めてですね、やらないでしょうけど皮肉を込めてこういうふうに書いたわけですけどもね、はい。また建前と思われるかもしれませんけどね、現在司直の手によって捜査が行われている問題でもあり、現時点ではご依頼の調査はいたしかねますみたいなね、そういうこう表現だったらいいんですけどね、それでもよくないですけど、なんかこう、それなりにきちんとした感じはするじゃないですかね。そういう返事するならまだしもね、報道レベルでは議員側からですね、裏金は地方議員に配ったとのね、証言も出ているわけですしね、そのような噂が以前から蔓延していたわけですから、裏金の存在を認識しておらず調査はいたしませんというのはね、あまりにもつっけんどんで、おかしいんじゃないかと思うんですよね。いろいろ批判が出てます。例えばですね、正幸ジャパンさんという方は、裏金の存在の認識がないから調査しない自民党愛知県連の方、国民をバカにしてますっていうふうに書いてますけどね、こんな意見がたくさん出てました。僕はこのようにポストしました。
1月19日ですね。保護者、これ学校の対応に例えてみたんですね。保護者がね、この学校に最近いじめが横行しているとの噂が飛び交っています、心配なので調査していただけませんかというふうに保護者が聞いたと。で、学校がどう答えたか。ご質問に関してはいじめの存在を認識しておらず調査はいたしません、ね、こんな返事をする学校どう思います？こんな学校を信頼できますかということですよね。まあ、学校においていじめの噂が蔓延していたり、そのような証言がね、誰かそう言ったと、具体的にですね、まあ、そういう証言が出ていたというならですね、学校側は、まあ、実際あるかどうか分かりませんけど、いじめの存在を認識しているとかいないとかに関わらずね、徹底的に調査すべきでしょう。それをそんなものはないとね、あらかじめ決めつけて調査をしないというならね、いじめの犠牲者が増えていくばかりじゃないですか。そんな学校は到底信頼に値しませんよね。政党支部や議連だって同じですよ。よからぬ噂や証言があるなら、よそから言われなくてもね、自ら進んで調査し、改善すべきは改善するというのが、まあ、常識というものじゃないでしょうかね。それをやらない、できないと突っぱねるね、政党信頼できますかっていう話で、まあ、残念ながらね、今の自民党にはそうした責任感も自浄能力もなく、全く信頼に値しないと言わざるを得ませんよね。愛知県連にはもう一度ね、考え直していただき調査に踏み切ってもらいたいですしね、まあ、あの日本保守党にも次の一手何か考えていると思いますけど、期待したいと思います。ところで愛知県連では逮捕者が出ましたけれども、捜査部は不記載が4000万円未満なら立件しない方針との報道があります。つまり、まあ、3999万円ぐらいまでは報告書記載ミスで、しかもね、責任は一般職員に過ぎない会計責任者だけが負えばいい、政治家国会議員はお咎めなしみたいな話になってるようですね。けしからんよねこれ、まあ、それはどう考えても納得できませんよね。このようにポストしました。政治資金収支報告書に数年にわたって不記載だった場合、金額の多寡にかかわらずですよ、政治家個人の所得として処理し、追徴課税なり重加算税を課すべきだ。間違ってもうっかりミスという理由で報告書を修正すれば、政治家にはそれ以上のお咎めなしなんてことは絶対にあってはならない。あと裏金の人も解明してほしいということでね、僕はちょっとしつこくね、裏金の人について追及したいと思ってるんですよね。いつも素晴らしいリプライを送ってくださっている川崎香織さんがこのように書かれています。ついに岸田派からも不記載が明るみに出ましたね。記載ミスということでしたが、今さらそのようなことを誰が信じるのでしょうか。記載ミスというならば全てが記載ミスです。潔白を証明したいのであれば、公開質問状にきちんと回答すべきです。まさしくその通りですね。これは一般のね、普通の常識ある人間の反応ですよ。記載ミスで済むというならね、あらゆる犯罪がミスで済まされることになりませんかって話です。このようにリポストしました。万引きや無銭飲食はレジでの精算ミスってことでいいってことなのでしょうかねと笑い数年にわたって行われてきた数千万円の不記載&裏金化を一会計責任者のミスで済ませることができるって誰がどう考えてもおかしすぎますねというふうに書きました。さらにこのように追加でリポストしました。裏金作りそれ自体も由々しき問題ではあるが、その人にこそ重大な問題が潜んでいることを忘れてはならない。選挙で党の公認をもらうために、あるいは選挙の際に票をまとめるために、地方議員の支援が必要と考え、そこに国会議員が集めた裏金が活用されるとなると、議席が金で買えるという現象が生じる。これはまさに民主主義の破壊そのものである。自民党は政治刷新会議でこの問題を取り上げるとともに、司直も中途半端で終わらせず、その点も徹底解明しなければならないというふうに書きました。まあ、あまり期待はねできないのかもしれませんけども、自民党にも、まあ、特捜部にもですね、本当はもっと頑張ってほしいと思うんですよね。まあ、それにしてもね、日本のマスコミや野党の態度はどうでしょうか。この問題に関してね、あまりにも冷ややかで消極的でね、まあ、不熱心ですよね。そう思いません？愛知県連に対して日本保守党が行った公開質問状に対するあの
木で花をくくったようなね、噴飯物の回答に対しても、まあ、マスコミからも野党からもね、批判的な発言がほとんど見られませんよ。つまり今の日本ではね、マスコミも野党もまともな機能を、まあ、発揮してないというかね、まともに機能していないというか、まあ、機能不全に陥っていると言わざるを得ませんよね。こうなったら我々一般の保守層の人間がですね、まあ、決起し放棄するしかありませんよね。僕は日本保守党や日本改革党といったね、まあ、他にも保守の政党があると思いますが、真の保守の政治を目指す政党をですね、みんなで応援して今の腐りきったね、日本を立て直すしかないなというふうに思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた、チャンネル登録をよろしくお願いします。